8月23日午前10時です。どういうルートで行くんだよ。顔ごめん。何それ俺新しい作品タイチューっていうタバコ超うまこの前撮ったやつもね、結局ね、何も映ってなかった。あ、本当に俺、なんかそうだ、2枚映ってたんだよ。何がね。ああいや、くれよ、ね、マジでね。どういうのが映ってるの。例のね、群衆みたいな。群衆みたいな。怪しいな、お前特殊な、俺が徳島のせひろ。今日どこ行くんだっけ。長野の長野県飯田市。飯田市にある廃墟。廃墟というかハイソット初めて行く。垂れ村ですよ。垂れ村ですもんね。体操はね、丸ごと貸すっていう質問が俺はね、すごいと思った。つまり村ぐるみで行くおめかし。怖い村人が一回消えてるから、そこはやばいな。リアル神隠し。透明やばい、超混んでます。だってあれの影響、うん、地震で崩れたじゃん。I don't know why you say goodbye, you say hello. なんかすごい乗馬も動けない。うん、うまい。生臭い。タコわさびとかやった。俺がタコわさびとか言えんじゃん。あ、くっせ。生臭い。タコわさびしよう。俺の峠のお店の普通ゴミしてやろうか。風呂沸かすための薪です。あと俺酒持ってきたから。来た酒。さすが近藤さん。それがなきゃ始まらないんですよ。酒。いや種類。種類いいね。種族素は買いな自分で1000しかないらしいけど。いや、あ、そう、郵便局寄ろうよ。自信もいかに取られるのかな。クソか。クソ、初めてだ。クソ、初めてだ。よし、ここでちょっと食料などを買います。意味が分かんない、このサンマと肉組み合わせ不審和洋しゃぶ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 100円で聞かれてない。なんかこいつついてくるぞ。ついてくるぞ。何これだっけ。これそれマジありえねえだろ。それ嫌がらせだろ。何それ。確認しなかったら俺が悪いのかもしんないけど、携帯の充電器の乾電池でできるタイプなんだけど、うん、これ切ったら使いにくい。先端のね、差し込み口がね、全然違うタイプのもののようで、こういう形だったんですが全然入らない。別の企画で頑張ってる。頑張ってみる。切ってさ、形使えそうな気もしないのだけどね。待って、ちょっと切ってみよう。頑張れ。いけんじゃないかな、ひょっとすると。さすがにでも無理かな、これ。ちょっと端子的に無理かもしれない。ちょっとせっかく金払ったんだからさ、ね、ちょっとは努力した方がいいじゃない、せっかくなんだし。遠藤って名前の人に恨み買わないから。滝だ。おお、やべやべ、ちょっと持ってこうぜ。
ち見てこれやべマジやべえこれ取れ取れ取れターキってるターキってる青なぜここに道作ったんだろう。なんで需要あんのねえだろ、だって車走ってねえもん。だからファイソンなんだよ。乗らされるわファイソン。やばい、やべえ、上出ようぜ、二人でふざけんな行くぜよし、えっ、やばい、マジ危険すぎる、あぶねえ危険、着いた、着きました、日本工業太平太平堂って言った今太平堂、それはお前中国のあれだよ、ごめんなさい、寝るときにかけるつなんもないけど、まだ大丈夫だろ、リアカー探してて、大丈夫、ああ、大丈夫、でこんなのあんま人いないよ、これは公衆電話、おお、一応公衆電話もあると、どうよこのあまりにもボロや半端ねえ、長い一本道を通って一番奥に来ました、富士屋って書いてありますね、リアカーです、書いて富士屋の中に入りました。ファイヤーマンと俺と呼ばれる、え、俺が清水でファイヤーマンと呼ばれるうわ、倒壊した、巻き来た、火を流せろめっちゃ明るいな、おーい、何やんの、ちょ、待って待って、落ち着け徐々に来るから、徐々によし、これ一番痛かったんだよね、この松明的なやつ松明燃やしまくる、燃やすぜ、ね、あ、固形燃料ってこと、いや、こっちの方が面白い、燃えてますね、火がつきました、あー、できたよ、うん、うん、牛いるの、あ、倒した、これ何の牛、わかんない、うわー、逃げんな、どいてー、何それ虫、虫燃やしやがった、あーキューって言ってるよ、うん、なんか落としたね今、うん、サンマをさばいてるよ、内臓を洗ってるよ、うわでも落としてるプロや、うおー、ぐるい、死にたいけど、サンマがもういいんじゃねこれ、さすがにこれさ、やべえってこれマジ、ちょっとサラサラサラ、箸で火どけた、危ねえ、あーやちゃんと乗せてくれ、あーちょっと待って、やっぱりその燃料にするしかない、あーまあ、増えるよ、あはは買い物になってしまいましたね、これはやばい、これ肉焼けんの